1990年代製造、REF 79180、CAL 7750。ロレックスのコスモグラフデートナをリスペクトしたチュードルのハイスペッククロノグラフ。タイガー・ウッズの登場とともに、日本にチュードル旋風を巻き起こした代表的なモデルです。他のシリーズ同様、ロレックスのパーツを流用し、実用度や機能面でも、デートナと遜色のない性能、マニアックなまでのディティールやバリエーションなど、奥が深く多くのファンに愛されているモデルです。このモデルは、かまぼこケースが特徴の旧クロノタイム。メタルディゼルを装着した REF 79180です。マットブラックのダイヤル、アイボリーのインダイヤルとのコンビネーションは、本家手巻きデートナ6265を思わせる風貌です。ケースは、サイドが切り立ったいわゆるかまぼこタイプで、肉厚なケースによって重厚な印象。人気の高いダイヤルバリエーションになります。インダイヤルは、12時1に30分積算系、6時1に12時間積算系、9時1に永久秒針をレイアウト。もちろん動作、綺麗も正常です。3時1のデートは、初期モデルの特徴である、縁ありのレアバリエーションとなります。搭載ムーブメントは、バルジュー7750。多くの自動巻きクロノグラフに搭載された、信頼性の高いムーブメントです。リューズはロレックスのトリプロックリューズ。ブレスは、チュードルの人気3連ハードブレス仕様。裏蓋の刻印は、オリジナル、オイスターケースバイロレックスチネール。ロレックスとの親和性の高かった時期の刻印です。デートナの面影をストレートに表現したチュードルの傑作。価値あるタイムピースを所有する楽しみを味合わせてくれる一品です。ラグ幅は 20mm。ケース径は約 40mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 48mm、厚さ約 15mm のメンズサイズです。ブレスレットは、チュードルの3連ハードブレス、REF 78360、FF 589。12コマありますので、最大 18.5cm 程度までは対応可能です。調整コマを抜けば短くすることは可能です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。